おはようございます。そして明けましておめでとうございます。1月2日でございます。まだ相場は動いてないんですけども、年が切り替わりましたので、まあ年足まではね見ないですけども、月足を見ながら軽く新年の相場を予想していきたいと思います。それでは画面を切り替えます。本年もよろしくお願いします。月足ですけども、トランプ大統領の時はこうやって落ちていたんですけども、バイデン大統領に代わって急上昇してきますよね。こういう風にで、目下上げトレンドが続いてるわけなんですが、私はそろそろね行動の限界点を迎えてくるんじゃないかなと思うんですよ。その一つがここのラインだったんですけども、ちょっとここを超えそうですよね。ですからこのぐらいまではまあまだ行くんじゃないかなと思います。ただね、120円っていうのにこのままだと行ってしまうかもしれないんですよ。さすがにね、ここの防衛ラインを超えたところで日銀の介入が入るような気がします。ですんで今年は日銀の介入が何らかの形であってね、値段を円を高値の方に誘導するようなことが起きてくるんじゃないかなと思います。ですんでね、これはテクニカルではないんですけども、儲けるためボーナスを強制的にもらうために日銀の介入にはちょっとね注釈していきたいと思います。全体的にテクニカル的には右肩上がりです。ですんで全体的には買いでいいのかなと思ってますけどね。じゃあ次はね、週足を見ていきましょう。週足ももう完全右肩上がりですよね。で、去年じゃないかな、お話したイリオット波動はまあ存在してるかなと思うんですよ。こういうふうにね。で、エリオット波動の頂点を抜けて結局上の方に行ったでしょ。だからこのエリオット波動が昨年見つけられたのはラッキーなことです。推進波があって調整波があって、で最終的にここまで上がってきたのはエリオット波動の頭を見れたことだと思いますね。じゃあ日足の方です。日足も右肩上がりだから全時間軸が右肩上がりですよ。ただ日足で思ったのが、ここのところで反転するんではなかろうかと思ったんですけども、まあしっかりとこう抜けていただいたんでね、ここまでは買いでいいかなと思います。でここを超えていったらね、今度すごい勢いで上の方に行きますよ。でも大抵ここで足踏みして横ばいになるか、下の方に揺れてここにレンジを形成するという考え方も持ってますね。じゃあ次は4時間です。まっすぐな右肩上がりです。ですんで昨年は買いで取れた場面が多かったんじゃないかなと思いますよね。まあここも超えましたしね、ここは一つのいいきっかけになりました。ここを超えたんでどんどん利益を積み増すことができるようになった年末でした。で最後1時間なんですけども、まあ相場が開きましたら私たちは1時間を見ることになりますが、前もちょっとお話しましたよね。1時間でボックスを引いたらここを超えてここまで来ちゃったよと。だからまあやらなかったんですけども、この幅は振り返ってみると結果的には取れたんだよってことなんですよ。それも前提としては右肩上がりを意識して、右肩上がりの中でレンジを形成する横ばいがあるよってことでね、この横ばいを意識できたことだとからだと思いますね。ここではロスカット食らいましたけどね、懐かしいですね。だから今年はね、相場が動き始めたらレンジを超えて上の方に行くことが大いに考えられますけども、下に行くにしてもそのレベルはここで止まって反転してさらに上に行くってことが見えるってことですね。まあ以上ですよ大体。で相場が始まったら多分今お話したことを元に相場解説を組み立てていくことになると思いますので、まあ今のところはね、今日お話したことでちょっと頭を整理しておいていただきたいと思います。それでは2022年もしっかりと FX で頑張って稼いでいきましょう。学んでいきましょう。私は今年と来年ぐらいで FX は退場する見込みです。利益確定ですね、いつまでもやるもんじゃないです。はい、以上です。はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今回2022年になりまして、改めてね、速稼塾式の FX の攻略法をお伝えしていこうかと思います。スライドはこの表紙を合わせてたった3枚です。ですんでね、あっという間に終わると思います。もう今まで何回も
聞いてきた方は同じ内容ですんで、本当にこの同じ方法だけでね、もう FX は攻略できていくよってことなんで、また聞いていただければと思います。では2枚目のスライドに行きます。 FX を攻略するための手順っていうのはこの3つのレベルに他なりません。まず1つ目はやっぱり何と言ってもね、基礎用語を暗記しないとどうにもなりません。私の相場解説も基礎用語が入ってないとチンプンカンプン、もしくは基礎用語の概念を勘違いして覚えちゃうと全く違った方に行っちゃいますよね。例えばね、基礎用語を使ってどんな会話が繰り広げられるかっていうと、そんなに難しいことではありません。あ、ちなみに基礎用語の中には基礎概念も入ってますからね。例えばね、1ドル115円から1ドル120円に相場が移動したとしたら、これは円高でしょうか円安でしょうかみたいな単純なことですよね。これ円安に触れてるってことですからね。で、ドル円のチャートから見ると、上の方に倍の方に変わっていってるってことは円安に触れてるってことなんですよ。で、こういうのは瞬時にわからないと私の会話を勘違いして解釈することになりますので、やっぱり勝てないでしょうね。それからね、上程とか下程とかって言い方します。これ中学の数学で習った言い方ですよね。これもレンジ相場の時にこういう用語を使うんですけども、これですぐに飲み込めないとなかなかね、理解が追いついていかないってことになっちゃいますので、基礎用語の丸暗記は絶対にしといてください。基礎用語他にもね、様々ありますよ。1時間足とかね、いう言い方もそうですしね、チャートっていう名前もそうですしね。大丈夫ですかね。こういうのがたくさんありますけども、その基礎用語をしっかりとブックオフのね、中古本300円ぐらいで売ってますから、そういうのを買って覚えることが最初です。ですんで、パソコンを用いたりとかスマホを取り出したりとか、チャートを見る必要は全くないですからね。これから FX 勉強するぞって人がいきなり、まあ、どっかの FX の証券口座の口座開設をする必要もないです。じゃあ2つ目、基礎用語がまあまあ入ったかな、基礎概念も勘違いしないようにトレーニングできたかなと思ったら、2番目のテクニカルを実践していきましょう。テクニカル、これはですね、坂田語法ってのを身につける必要があります。これも暗記です。ゾーンの概念を理解する必要もあります。ゾーンの概念ね。その他ね、エリオット波動もやっていきましょうよ。エリオット波動ね、こういったのも大切になってきますよ。こういったのもね、テクニカルなんですけども、具体的にはチャートをこのセクションでは開いてですね、補助線を引いていくトレーニングをしていくってことになります。この補助線の引き方を間違えちゃうともうどうにもなりませんのでね、全く違ったエントリーポイントを弾き出して、利確ポイントもロスカットラインも勘違いしちゃうことになりますので、勝率は上がりません。テクニカルの実践をここでしていきましょう。まあこのね、第一段階第二段階はとは言っても、まあ努力すればできる段階です。誰でもできる段階です。差がつくのはどこかというと、三つ目の精神力なんですよね。時には勝てない時が連続することもあります。ちゃんと基礎用語が入ってテクニカルをクリアしていても、それでもね、やっぱり揺らぎってあるんですよ、偏りとか。じゃあ3回3日連続でエントリーして3日連続で負けたらどういう気持ちになるかって言ったら、今までに学んだことを間違えていたんじゃないかなっていうふうな考えに陥ることもあります。逆にですよ、3回連続で勝っちゃった、資産がドーンと増えちゃったらどうなるかっていうと、お、俺いけてんじゃねって感じで、通常はエントリーしないポイントにもエントリーしちゃったり、追撃をね、かけなくてもいいところでかけちゃったりして、つまりは基礎の実践を揺らしてしまうことになるんですよ、勝っても負けても。ですんで、速稼塾式で言えば、勝ち続けたら一旦撤退して見るに努めるとかね、負け続けてもエントリーをせずに予測だけ立てて、実弾投入はしない、現金投入しないっていうことにもなりますね。もしくはロットを極端に落としていくってことですよね。そうすることによって自分の精神力の均衡を保つ。他にも精神力を鍛えるためのコミュニティっていうのは世の中にたくさんありますので、そういったところで鍛えていくのもいいかなと思います。私としてはね、 FX の勉強を始めようかな、 FX を攻略しようかなと思ったら、その日から、まあ、1日10分でいいんでね、ジョギングをしたりウォーキングをしたりとかして、それを精神力を鍛えるための
一つの要素にしてみてはいかがかなと思ってますけどもね。はい、じゃあ3つ目のスライドいきましょうか。速稼塾の中では2021年用に2つの教材を作っておりました。まずは FX の基礎用語ですね。毎日1分で学べる90日間の教材になってます。これはね、メールを登録していただいて、メールマガジンでお送りします。だいたい1日1分ぐらいで学べるんですけども、これを3ヶ月繰り返していって、しっかりとみっちりと基礎用語を覚えていくってことになります。1日1通1分で私が基礎用語について解説してますから、まあ、一発で覚えられる方はね、朝送られてきたメールマガジン見てパッと覚えればいいんですけども、そうじゃない方は1日のうちに何回もね、咀嚼したり見たりして、頭に叩き込んでいくってことになります。まあ90日かかりますけども、逆に言うと90日で基礎用語が頭に入るってことなんですよ。でも、1日1分ですら傾けられない人は、すでにもうね、この時点で負けです。はい、まあ私の教材買わなくても、メルカリとかでね、FX の本を買えば必ず最初の基礎用語のところに出てるものばかりですから。特に私のね、この FX の基礎用語、この教材を買う必要はありません。まあもしね、本で学びにくいっていう方がいらっしゃったら、私のこの教材で学んでいただければと思いますんで、お問い合わせください。二つ目、FX の中級編というものがあります。これはね、週に1通から2通メールを送らせていただいて、そこに講義が入ってるんですよね。合計で44通の講義になっています。合計6ヶ月かかります。まあ44通を週に1通2通ですから、半年間ぐらいはかかっちゃうんですよね。でも逆に言うと、FX ってそんなね、数ヶ月で終わるようなもんじゃないんですよ。1年みっちりかけても十分お釣りが来ます。人生がだいたい80年あるとして、半ばを過ぎた方、ビジネスを構築しようと思ったら、とてもね、1年じゃ効かないかもしれません。しかも資金も必要ですから、資金を稼ぐ期間もいるんですよ。そう考えていくと、FX ってのは大した資金はいりませんから、小さな資金からその資金を増やしていって投資の資金にどんどん充当していくっていう風なね、雪だるま式もできます。まああまりお勧めしませんけどね。やっぱり最初に100万円ぐらいの資金があって落ち着いてやった方がいいかなと思いますけどね。まとめに入ります。 FX で稼げるようになったら生涯それがあなたの人生から離れることはないということでまとめさせていただきます。例えばね、 FX でまあそんなに大勝ちはしないんだけども、コンスタントに10万円月間でプラスになるようになったよってことは、生涯ずーっと10万円、それは変わらないんですよ。そうでしょ。なんか流行りがあったりするわけじゃないですからね、ビジネスと違って。で、規制が入って、転売とかこれからできなくなるみたいですけども、FX はもうね、今までに、これまでもないってぐらい規制が入りましたんで、もうこっからそんなにね、ルールが変わることはないと思いますよ。まあなんかね、投資における利益に増税しようかっていう話は出ましたけども、まあそれも当分先でしょ、当面はないと思いますね。あったにしても、今 20% ですから、それがいきなり30になることはなくて、せいぜい 21% とか 22% に引き上げられるっていうところが責任だと思います。いずれにしても、今日 FX を攻略できていれば、もう人生はお金について安泰だということですよね。で、もし FX がまだ攻略できてないとすれば、今から、じゃあ1年ぐらいかけて、しっかりと FX を身につけるんだっていう気持ちでやると、来年からずっとお金に困らない人生が待ってるってことですね。じゃあ本日は以上です。失礼しました。こんにちは。1月4日でございます。FX の相場解説6時半になりますけども、今日もね、1時間軸だけを見て、ゆるくスタートしていこうかと思います。まだまだ本番ではないですけどもね。どうぞ。一時間軸で肝心なことは押さえておきたいのは右肩上がりですよってことですよね。上がっちゃ横に行って、上がっちゃ横に行ってを繰り返して、現在ここにまで来てます。で、こういうふうなレンジが引けると思うんですよ。まずここで1個引けてると思うんですけどもね。それが今はちょっと大きくなってこういうふうになってきてますよね。で、115円の341で今バランスしてますけども、ここを突き破って上の方に行くようでしたら、エントリーポイントが見えてくるかなってとこぐらいですね。まあどちらにしてもどっからでもいいから、倍に入れば、まあしばらくは取っていけるんじゃないかなと思います。このまま円安は進む傾向になってますから、実際円安がどんどん進んでるでしょ。だからこのトレンドが終わるまでは、ロスカットを激しく食らうまでは、倍の方に入っていけば、
まあ勝つことができるんじゃないですか。まあそういうふうな大きな流れを捉えておいていただければ OK です。今年もね、しっかりと FX で稼いでいきましょう。それでは、いってらっしゃい。はい、本日は1月4日の12時過ぎなんですけども、朝の相場解説でね、とりあえずバイということで、まあ皆さんバイにしていただいたと思うんですよ、エントリーを。で、エントリーポイント、その水準もお知らせしたと思うんですが、なんすかね、これ落としてますかね。なんか50ピップス近くぶち抜いてくれてましたね。利確して、今日はこれでいいんじゃないですか。5万円ぐらい儲かっちゃいましたよ。なんかね、やっぱり上げトレンドで、バイの上程が今朝見えてましたんでね、まあ簡単だったかなと思います。で、ブレイクの幅も十分今回ありましたからね。で、移動平均線見てみると、まだまだ上がりそうな、雰囲気ですから、なんかね、ポジションをもう一回取っていこうと思います。ただ、ロットを朝入った半分にして、朝ね、やっぱ1ロットで入ってるんで、私も慎重に。0.5 で、ちょっとね、入り直してみようかなと思います。115の700ぐらいまで、戻ったら、もしくはこのまま上昇を続けて、115の800を突破したら、いずれも倍でエントリーして、もう一勝負していこうかなと思いますね。お年玉ですね、今回はね。ありがたいことです。ありがとうございました。こんばんは。臨時ニュースですね。FX ついに116円いきましたよ。今朝まで114円台だったんで、まあ、とりあえずね、やんわりと倍の方で入ったらみたいな感じで朝解説させてもらったんですけども、いや、とてつもない利益になったんじゃないですか。今1時間ほど対談の方をさせていただいたんですけども、その間にもね、1万円ぐらい利益出てますからね、私の場合は。なんか、ズーム対談の日当が出ちゃったみたいな、結果そうなっちゃいました。はい。いや、今日はね、今日はみんなして儲かる日じゃないですか、極端に。うん。これからも上昇トレンド続いていくと思いますよ。じゃあね、ロットに気をつけながら、ロスカットラインを引きながら、バイでエントリーしていきましょう。いってらっしゃい。はい、1月5日になりました。まあ、週の真ん中水曜日、完全に平日でございます。なんか未だにね、名残惜しくお正月気分の方いらっしゃると思いますけども、お正月気分は1月1日の最初の1秒だけで十分でございます。気分はお正月でもしっかりと稼いでいきましょう。未来はやってきますからね。お正月は来年からもありますんでね。じゃあこちらどうぞ。今日は1時間だけで申し上げていきます。すでに昨日追加放送しましたけども、とてつもなく利益を上げる最高のタイミングでしたね。振り返ってみると、ここがポイントになったと思います。こちらを超えていったところでエントリーポイント。ね。でなくても、ここでもうすでに上昇ラインに入ってきたなってことは意識しないといけないですよね。でなくても全時間軸をなぞらえてみても、右肩上がりがまだ止まってないわけですから。それこそ何度も言いますけども、日銀の介入でもない限り120円いっちゃうぞっていうのはずっと言ってますよね。日銀の介入でもない限り120円ですよ。これが私の大筋の予想である限り、昨日114円台から今日115円まで、そして116円まで伸びたのは、まあ必然だと言えますよね。で、ここで昨日決済したポイントから、やっぱり同じポイントで決済した方多いんでしょうね。ちゃんと利益を持った方ってのはここで決済して、今、この辺まで落ちてきてます。116円を切るか切らないかっていうところまでは来ると思いますけども、ここでね、やっぱり N を書いてさらに上昇するところが見えていけば、まあ本物じゃないですか。結果はこうなると保証はできませんが、私は今日もね、倍で入っていきます。初心者の方は、この折れ曲がったポイントを超えた時に、エントリーすればいいと思いますよ。無理せずやっていただければと思います。引き続き、倍戦略。それは変わりません。はい。じゃあ、以上でございます。もうずっと利益の取りっぱなしですけども、お年玉、昨日はかなりもらいましたね。結局、なんだかんだで10万円ぐらいにはなったんじゃないかなと思いますね。私は10万円近くのまで行きました。まあ、7万8000円ぐらいかな。トータルで行きましたね。なんかね、やっぱりね、多少ロットを落とし気味に行ったんですよ。通常でしたらこの倍ぐらい行ってるんですけども、倍とか3倍。昨日はね、ちょっと発注単位落としましたんで、ロットを。ちょっと久々にビビっていたかなってとこです。まあでもね、ちゃんと利益取れたんで、同じですよ。そんなね、10万円近く利益取れれば、1日で。全然いいでしょ。しかも昨日はズームライブ対談してましたからね。対談の間もずーっとね、伸びてましたんで。いろんな意味で、お年玉ありがとうございます。そんな
1年の駆け出しになりました。じゃあ皆さんも頑張っていきましょう。いってらっしゃい。はい、こんにちは、速稼塾の久保でございます。今日はですね、年が変わってちょっと経ちましたんで、月足から順番に見ていこうと思います。今皆さんがご覧くださってるのが月足です。月足で問題なのはここですね、こちらとこちらのレジサポラインを、まあ、等に超えてしまったってことじゃないかなと思います。で、次に目指すレジサポラインはこちらですんで、切り板で見ると118円まではこのまま、一進一退を進めながらね、向かっていきそうだなっていうのが、この転換が起きてからの上昇トレンドでお分かりになるんじゃないかなと思います。仮にここを超えた場合、ここを超えた場合、今度は125円っていうのが見えてきますね。まあ120円に行くまでに何らかの市場介入があるんじゃないかなと思いますけどもね。このまま日本の輸入原料ですか、輸入物資が値上がりすると、とてもじゃないけども国内ではね、消化できないことになってしまって、円安が一気に進むと思われます。そのポイントが120円だと私は思いますね。125円まで行くと。当然ここまで行くと、他のね、強制的な要因がない限りは、130円に向かうという、なんか良くないシナリオに向かいますね。うん、まあ、上昇トレンドで月足が見れた後、週足です。週足はエリオット波動を超えて、エリオット波動ね。エリオット波動を超えて、ついに次の上昇波動に乗ってきました。ここからトランプさんからバイデンに変わって、一気に上昇トレンドがものすごい速度で進んできてるわけですよね。で、エリオット波動っていうのは、ここをこのように第4波、第5波として、で、波動を抜くようにこちらが育ってきて、推進波からさらなる上昇波になったということですね。で、昨年の12月の相場では、これが緩やかに下がってるよというお話をしながら、それでも利益を取るポイントを見つけていったわけですけども、今回はここから一気に上昇してですね、ここも超えてしまったということになります。もう圧倒的な上昇トレンドです。だから年が明けて、とりあえずバイでいいんだよって、とりあえず買っとけよってことを話したら、まあまんまとね、1円とか2円とかバイの方にすり替わってきたってことなんで、バイでエントリーした方は、軒並み利益を取ったんじゃないかなっていうふうに考察するんですよね。じゃあこれからね、この値動きがどのように向かっていくのか、それを日足4時間1時間で見ていきます。これが日足なんですが、私としてはね、こちらの水準を超えるか超えないかっていうところを見ていた時期がありますけども、今はここすら超えてしまいましたね、この利益点すら。ここで反転もせずに上昇したわけなんで、ここがレジサポラインになっているってことになります。だから上の方に向かうわけですよ。これがだからこれから起きることです。で、細かく見ていくために4時間も見ていきます。ずーっと上昇トレンドだったと思いますけども、ここでも上昇トレンドは終わってませんね。で、大きな利確がズバッと入ったんですけども、こっから徐々にまたね、買いの方向に向かおうとしてるでしょ、倍の方向に。ですんで、陽線が出てるわけなんですよ。これがどこまで育つか。このポイントを超えるまで育ってしまって、本当に超えてしまうと、もう118円ですよ。次に向かうわ。しかもそうなりそうですよね。今のところ、強制的な原因以外で、売りに変わる要素は何もないです。はい、じゃあ最後1時間見ていきますよ。1時間いかがでしょうか。うん、ここでね、もじゃもじゃっとしてるところがありますけども、それが今ここに当たります。まんまと落ちてきたのが跳ね返るポイントになってるでしょ。これ下から来るときは、ここで押さえつけられて下に行くのか、それともそれを跳ねのけて上に行くのかっていうふうな重要なレジサポラインだったわけですよ。つまりここで符号しているっていうのが、いつもの私の相場解説のポイントになってきてますよね。じゃあここからですね、新しいレジサポラインは一番高値のここです。ここに向かって今上昇して、陽線しか出てないところですけども、さらに私は倍で入っていきますね。倍で入って、倍で入って、このあたりでちょっとね、利確をして、抜けたらさらにまた倍で入っていきます。抜けなかったら別のことを考えていきます。セルにしても、ここまで待って、
このレジサプラインに跳ね返るのを待つかですよね。で、跳ね返ってしまった場合は今度はもう一回ここを抜けることを期待できます。跳ね返らなかった場合は下に沈みますんで、今度はこのポイントですね、いろいろと物議を醸し出したこのポイント、ここが V になってますけども、この V 字型の谷を作ったきっかけになっているこの2つのねポイントの横滑りとして、このレジサポバーがセルの値動きに関わってくるってことになりますね。本日は以上ですね。はい、じゃあ今年もしっかり頑張っていきましょう。ありがとうございました。はい、1月7日です。今日は夜材料がありますよね。ここの円安ですね、どこまで進むんでしょうか。私は120円ぐらいまでは進んじゃうんじゃないかなと思いまして、しばらくね倍一辺倒で行こうと思います。まあ、とはいっても去年の今頃から政権交代があってからね、あのトランプさんからバイデンさんへずっとあの円が安くなってますんで、円安方向でずっとね利益確保してる状態なんですけどね。じゃあ今日はどんな感じになるのか、こちらを見ていきましょう。どうぞ。まずはねデイリーなんですけども、こちらのポイントを超えましたんで赤い線を引きました。115円の448がレジサポラインです。で、現在115円の908なんで、このままね落ちるとしても、この115の448に達したところで N を書いて上に上昇するというのが第一の読みです。全体的には上昇トレンドがまだまだ強いですから、ここでねトレンド転換を起こして下落に向かうってことはないと考えます。トレンド転換を起こすとしたらここで起こしてないといけないですからね。まあ絶対はないんですけども、私としてはそのようにレジサポ転換を考えています。レジサポ転換が完了したと考えています。じゃあ次の4時間足ですね。4時間も右肩上がりがもう一方的です。もう右肩上がりしかないと言えますよね。移動平均線もそのように示唆しています。というところで、上昇したこの陽線が今下にギザギザとノコギリのように下がろうとしてますけども、でも結局はねこれ上の方に跳ねる押し目になると思います。どこで押し目になるかというと、先ほど示したポイント115の448が押し目となって、一番わかりやすいのはここで跳ね返ってここを抜けるってやつですよね。もちろんそうならない可能性もあります。こっから抜けちゃうかもしれませんけどね。とりあえずね、115円の448を下回ることはないというふうにここで考えております。あとはエントリーポイントを探すだけです。最後1時間です。1時間は大きな陽線が出た後、ノコギリのようにギザギザしながら下に下がってるよっていうところの途中ですよね。だからこの水準まで、この水準までね、115の448まではこのギザギザは止まらずに下がっていく可能性は高いです。そうならなくてもこの辺りから上に伸びるかもしれませんね。いずれにしましても今日は材料ですから、これがねドーンと下に向かうようでしたら、まだまだ上の方に回復すると思いますし、これがね上の方にドーンと行っちゃうようだったら、来週に入って一旦冷静にね売りの方を見ていった方がいいのかなっていうふうに思ってますね。その辺も今日の夜の材料を見ながら決めていこうと思います。はい、今週もお疲れ様でした。今年初めての相場解説をした1週間だったんですけども、早速お年玉のようなことが起きましたよね。今回のこのお年玉は、私の相場解説をずっと見ているんだったら取れてるはずですからね。取れていないことは、この毎日の短い時間で行っている相場解説が十分理解できていないと思いますんで、もう一回ね FX の基礎編、そして中級編の方を勉強していって、よろしかったら補助線をねもっともっと引いていきましょうね。補助線を引く枚数がどれだけその経験が多いかによって FX のテクニカルの実力は変わっていくというふうに思っても過言ではないと思います。で、できた補助線は遠慮なく私の方に送ってください。それでは、いってらっしゃい。